ノーブルズビルはアメリカ合衆国インディアナ州中央部に位置する都市。同州ハミルトン軍の軍庁所在地であるとともに、州都インディアナポリスの北北東約3 5トルに位置し、同市の郊外都市ともなっている。南西に隣接するカーメル、および南に隣接するフィッシャーズと同様に、1970年代以降急成長を遂げており、2010年国勢調査時で、 の人口は5万1969人。2019年7月1日時点での推計では6万4668人と、さらに増加し、軍内及び、インディアナポリス都市圏内のいずれにおいてもカーメル、フィッシャーズに次いで、第3位、インディアナ州全体でも、第12位となっている。ウィリアム・コナーが、ノーブルズビルで住んでいた家、1937から38年頃に、 イーライリリー社の写真部門が撮影。1816年にインディアナが州に昇格し、その翌々年、1818 18年にセントメアリーズ条約によって、レナペ族がオハイオインディアナ領州を追われた。この条約が締結された際、レナペ族の州長ウィリアム・アンダーソンの通訳を務めたのは、1802年に現在のフィッシャーズ市北西部に入植し、 締結時には、アンダーソンの娘と結婚していた、ウィリアム・コナーであった。その後、1823年に、インディアナ州議会は、ハミルトン軍を創設した。同じく1823年、コナー及びジョサイア・ポークの二人は、ノーブルズビルの町を区画した。翌1824年には、ハミルトン軍の軍長が、ノーブルズビルに置かれた。 コナーがこの頃にノーブルズビルで住んでいた家はフィッシャーズの野外歴史博物館コナープレイリーに移築され現在も保存されているその後ノーブルズビルは1851年に町として正式に法人化されたノーブルズビルという名はインディアナの州昇格の際に尽力し初めてインディアナ州から選出された 連邦議会上院議員を務めたジェームズ・ノーブルにちなんでつけられた。なお、創設前夜の1820年頃、この地にはピート・スミスという黒人を移入していた。スミスはまだこの地に泊まっていたレナペ族と一緒に住む一方、コナーの下で働き、他の入植者をまとめていた。スミスはケンタッキー州から逃亡した奴隷へとされ、連れ、戻されそうになったこともあったが、 コナーが介入し、その場で解放したハミルトン軍庁舎。1978年に国家歴史登録財に指定されている。ノーブルズビルの調整志向と同じ1851年、ペルーとインディアナポリスを結ぶ鉄道がノーブルズビルに開通すると街の経済基盤が強化され人口も増えた。1875年にはノーブルズビルへの2本目の鉄道となる。 アンダーソン・レバノンセントルイス鉄道の建設が始まり、1877年にノーブルズビルまで開通。アンダーソンとノーブルズビルを結ぶ列車が走り始めた。1887年にはノーブルズビルは姿勢を施行した。翌1888年にはインディアナ州中央部、東部における天然ガスブームの最中、ノーブルズビルでも天然ガスが見つかった。また、 これと前後して、ノーブルズビルの中心部には、業務、商業地区が確立され、ビクトリア様式の建物や家屋が立ち並んだ。現在でも、市中心部のシンボルである、ハミルトン軍庁舎や、現在は、ハミルトン軍歴史博物館に転用されている軍、保安官邸、刑務所も、この頃に建てられた。この刑務所には、チャールズ・マンソンや、クークラックスクランのインディアナ市部長、 グランドドラゴンを務めていたデイビッド・カーティス・スティーブンソンも収容されていたことがあった。ノーブルズビル製粉会社の製粉書。2001年に国家歴史登録財に指定されている。1916年にノーブルズビル製粉会社が出したダイアデムの広告新しい産業も起こった。1891年に創業し、州最大の製粉会社の一つとなっていた。 ノーブルズビル製粉会社は、市中心部に製粉書を持ち、ダイアデムやキズメットといったブランドの小麦粉の生産で知られ、ノーブルズビルを製粉の街たらしめていた。1916年、インディアナ製粉協会が小麦粉習慣を宣言すると、同年感謝祭の週末、11月25日、ノーブルズビルのあるコラムニストは、当時主要な黒人種の一つであった。 インディアナポリスレポーター誌に、次の文を寄稿した。サンクスギビングデープロミセスツービー、エーハイデイン・ノーブルズビル、メニーアトオブタウン・ピープル&、リレーティブスオブ・ピープル・ヒアウィル・ビー、プレゼントウィッチ・ウィル・アド・ツー・ザ・ジョイ・オブ・オール、感謝祭の日のノーブルズビルはお祭り騒ぎになることは、間違いない。市外の人たちも、市民の親戚たちも、みんなもっと楽しくなる。その他、 ノーブルズビルに本社もしくは拠点を置いた主な企業としては、ユニオン衛星工業会社、アメリカンキボール会社、ファイアストン産業用製品会社等が挙げられる。ファイアストンは1937年にノーブルズビルに工場を置き、2009年にこの工場が閉鎖するまで空気バネを製造していた。しかし、その一方で、公害も起きた。 アメリカンキボール会社は1890年、ノーブルズビルナ南西部に、当時世界最大級の工場を置き、翌1891年4月には、毎時1トンの生産を誇った。しかしその前月、1891年3月には、水質に関する疑義が出始めていた。1893年には、同社の排水ため池から、インディアナポリスの水道水源となっている。 ホワイト側に酸性の排気水が垂れ流しにされているとして、インディアナポリス水道会社がが、同社に対して訴訟を起こした。この時は、同社が排水ため池の改良工事完了まで操業を停止することで和解したが、1896年5月30日、この排水ため池とホワイト側の間の堤防が、決壊すると、莫大な量の有毒廃棄物が川に流れ込み、 ノーブルズビルからブルードリップルまでの歌詞には大量の魚の死体が上がった。同社はすぐに堤防を復旧したが、時すでに遅く、翌6月に2度目の訴訟を起こされ、原告勝訴に終わった。市北部の市境を流れるホワイト川に架か,かるポッターズカバードブリッジ。1991年に国家歴史登録財に指定されており、その南詰め周辺は、 公園として整備されている。1913年3月に起きた大洪水ではニューイングランドから中西部、南部に至るまで広範囲に被害が及んだが、とりわけインディアナ・オハイオ領州が甚大な被害を受け、ノーブルズビルも例外ではなかった。3月25日にはホワイトガーの水位は2021年現在でも観測史上最高となる23.8フィートを 記録した。1919年には、インディアナポリスからのインターアーバンが、ハミルトン郡庁舎東側の路上で脱線し、隣を走っていた自動車の上に横転する事故を起こした。この事故では8歳の男の子が死亡し、また20人以上の重軽傷者を出した。デイビッド・カーティス・スティーブンソン1920年代、前半、インディアナ州では反ン・カトリックを全面に押し出した。 クークラックスクランの第二のクランが勢力を急速に伸ばし、その最盛期には25万人もの構成員を抱えたが、ノーブルズビルもまた、その第二のクランが活発に活動していた街の一つであった。ノーブルズビルとその周辺には約2500人の構成員が住んでいたと推定されている。やがて百二十五年、マッチ・オーベル・ホールツアラチ、殺害で、 スティーブンソンが逮捕され、第二級殺人で有罪判決が下されると、第二のクランも次第に瓦解していったが、その裁判が行われたのもノーブルズビルであった。この頃、1923から26年にかけて、クー・クラックスクランの構成員であった約1160人の会員賞及び受領賞は、1995年にインディアナ歴史協会が発見し、 ハミルトン軍歴史協会に渡された。ハミルトン軍歴史協会は、研究者及び当時の構成員の子孫に限定して、この資料の閲覧を許可している。ノーブルズビルは1965年にも、全米的に注目された事件の舞台となった。地元市ノーブルズビルデイリー・レッチャーの編集者であった、ジェームズ・ティー・ニールは、同志一面に、ハミルトン軍裁判官、 エドニューの交通違反者を重罪人として扱うべきとする方針を批判するコラムを執筆したところ法廷侮辱罪で逮捕された。ニールはアメリカ合衆国憲法修正第一条を盾に法廷で戦った。この法廷闘争はやがてインディアナ州最高裁へと持ち込まれた。その後1990年、ニールはインディアナ州ジャーナリズム伝道に入った。 1970年代に入ると、ノーブルズビルは、近隣のカーメルやフィッシャーズと同様、インディアナポリス北港の住宅都市として、急成長を遂げていくようになった。1970年国勢調査時点では7548人であった、人口は、1980年には12056人、1990年には17655人。 2000年には28,590人、そして2010年には51,969人を数えた。10年ごとの国勢調査の結果において、インディアナ州法が定める第2級都市への移行要件である人口3万5,000人を突破したことを受け、2013年11月には市議会が移行の条例をここからにで可決、2016年1月1日に、 第2級都市に移行した。ノーブルズビルは、北緯40度3分0秒整形86度1分17秒、北緯40.05000度整形86.02139度 40.、40.05000-86.02139に位置している。市は、インディアナ州中央部、ハミルトン郡中東部にあり、州都インディアナポリスのダウンタウンからは、 北北東へ約3 5トルである。南西にはカーメル、南にはフィッシャーズ、また西にはウェストフィールドの各市がそれぞれ隣接している。また、市の最北端ではモースコの東岸でシセロ町の町域と接している。アメリカ合衆国国政調査局によると、ノーブルズビル市は総面積92.61平方キロメートルである。 そのうち88.92平方キロメートルが陸地で3.69平方キロメートルが水域である。総面積の5.93%が水域となっている。市の標高は235メートルである。ノーブルズビルを含むインディアナポリス都市圏の気候は、欠片の気候区分では計算上は温暖湿潤気候となるものの中西部に広く分布する冷帯湿潤気候に近く、 蒸し暑い夏とやや寒さの厳しい冬に特徴づけられる内陸型である。気候についての詳細はインディアナポリス気候も参照のこと。ノーブルズビルは1970年代にインディアナポリスの郊外都市として高成長を遂げていくようになる以前から軍庁が置かれ産業の面でも軍の中心都市として発展してきたこともあり人口が増えてからインディアナポリスと市圏の 副都心的な小規模な中心業務地区を作ったカーメルやフィッシャーズとは異なり明確な中心部を有しておりその街路も整然と区画されている市中心部を南北に通る通りにはホワイト側から離れるほど大きくなる数字がついており東西に通るメインの通りであるコナーストリートを境に南と北に分かれている一方市中心部を東西に通る通りには 数字はついていない。また、ノーブルズビルの中心部には、歴史的建築物も,も多い。市中心部のシンボルである、ハミルトン軍庁舎は、及び現在では、ハミルトン軍歴史博物館となっている、旧軍保安官邸、刑務所はいずれも、エースストリート、ナインスストリート、ローガンストリート、コナーストリートに囲まれた一ブロックの敷地に立っている。これらはいずれも、マンサード屋根を有した。 第二定正期建築様式の例と言える。このハミルトン群庁舎とその敷地のほか、単独で国家歴史登録財に指定されている物件としては、ポール・エェバンズ邸、ウィリアム・ヒューストン・クレーグ邸、ダニエル・クレークラフト邸、サミュエル・ハレル博士邸、ホリデー水力発電所、ダム、ノーブルズビル製粉会社製粉所、ポッターズ・カバード・ブリッジ、RS ・ストーム・ハンジ邸、及び、 ロバート・ L ・ウィルソン邸が挙げられる。また、歴史地区としては、キャサリン・ストリート歴史地区、コナー・ストリート歴史地区、ノーブルズビル商業歴史地区、及びサウス・ナインス・ストリート歴史地区が指定されている。一方、周縁部には、カーメルやフィッシャーズ、ウェストフィールドの隠し地域の大部分がそうであるように、郊外型の住宅地が広がっており、その街路も入り組んでいる。ノーブルズビルは、 市長制をとっている。市長は、市の行政機関の長であり、市政府の日常業務全般に責任を負う。また、市長は、市土木技術官法人相談役、消防局長、市警察局長、市会計官その他の市の役員、職員、理事、委員を任命し、その人事に責任を負う。市長は選挙で、全市から選出される。また、 市所機関も市長と同様に選挙で全市から選出される。市の立法機関である市議会は2016年1月1日に第2級都市に移行して以降9人の議員からなっている。9人の市議員のうち6人は市を6つに分けた小選挙区から1人ずつ選出され、残り3人が全市から選出される。 ノーブルズビルを含むインディアナポリス都市圏の玄関口となる商業空港はインディアナポリスのダウンタウンの南西約 14km、ノーブルズビルからは南西に約 45km 離れたインディアナポリス国際空港である。同空港には主要航空会社が各社ハブ空港からの便を就航させている。週間高速道路 I-69 は市南東部、 フィッシャーズとの試社会を東西に通っており、14、6ックスストリートから東へ続く、キャンパスパークウェイにその出入り口が設けられている。また、市中心部の東を通る、修道37号線は、フィッシャーズの副都心的な中心業務地区である、ニッケルプレート地区の北で、I-69 と交流、分岐しており、同地区やインディアナポリスのダウンタウン方面へは、こちらが、 短絡路となる。I-69 は、インディアナポリスから北東へ、フォートウェイニアミシガン州の州とランシングを経由して、カナダとの国境のポートヒューロンへと至る、高速道路である。インディアナポリスから、エバンズビル方面へ、さらに、オハイオ川を渡って、ケンタッキー州以南へも建設が進められている。I-69 の暫定的な起点。 終点となっている I-465 は南北の幹線の一つである I-65 の支線でインディアナポリスの環状道路になっており I-65 本線や I-70、I-74 にもつながっている I-65 はシカゴ方面やルイビル方面へ I-70 はオハイオ州コロンバス方面やセントルイス方面へ I-74 は、シンシュナティやダベンポートへと、それぞれ通じている。また、市中心部を東西に通る、修道32号線は、東へは、アンダーソンの市中心部へと至たり、西へは、ウェストフィールドを経由して、ブーン軍の軍庁所在地レバノンで、I、I-65 本線に接続している。ノーブルズビル市内には、路線バス等の公共交通機関は2021年、 現在通っていないが、2016年に策定された中央インディアナ交通整備計画では、インディアナポリスのダウンタウンからフィッシャーズを経由して、ノーブルズビルへと至るグリーンラインというライトレールの敷設が盛り込まれている。清セセオドアンゲリン高校ノーブルズビルにおける K12 カほどは、ノーブルズビル学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校7校。 中学校2校、高校1校を有し、約1万人の児童、生徒を抱えている。また、市の一部地域の児童、生徒は、フィッシャーズの公立学区である、ハミルトン南東学区の管轄下にある学校に通う。カトリック教会のインディアナ州、ラファイエット市教区は、区内に2校あるうちの1校、セーセオドアゲリン高校を、ノーブルズビルに置いている。 修学前教育及び小中一貫校としては、同教区は恵みの聖母カトリック学校をノーブルズビルに置いている。ノーブルズビルには1856年から図書館が設けられていた。1913年にはノーブルズビルにカーネギー図書館が開館した。しかし、このカーネギー図書館は手狭になったため、1986年に新しい図書館として、 ハミルトン東部公立図書館が開館した。元のカーネギー図書館は、その後、ノーブルズビル市庁舎に転用され、現在に至っている。なお、ハミルトン東部公立図書館は、ノーブルズビルのほか、フィッシャーズにも図書館を有している。ハミルトン軍庁舎の敷地南西隅には、ハミルトン軍歴史博物館が建っている。この建物は1876年に、 軍法案官邸研刑務所として建てられたもので、1977年までその用途に使われた後、ハミルトン軍歴史協会の本部が入居し、歴史博物館に転用されたものである。同館では関連する事物を展示しているほか、旧法案官邸のビクトリア様式の部屋が復元され、調査、研究用の図書館が設けられ、また、かつて、チャールズ・マンソンや、 デイビッド・カーティス・スティーブンソンを収監した巨帽も展示物として保存されている。ハミルトン軍庁舎から南西へ約350メートル、フィフスストリートとチェリーストリートの北西角には、ハミルトン軍芸術家協会の本部、及びそのバーディギャラリーが立地している。同協会は1950年に、ノーブルズビルゆかりの芸術家9人が設立したもので、この本部とギャラリーは2006年に、 ノーブルズビル市議会の承認により、旧ファーストバプテスト教会堂を転用したものである。同協会は、会員の作品を、ギャラリーで展示するほか、広く、一般に向けて、芸術教室も開いている。市南東部、フィッシャーズとの市境近くには、ルオフ音楽センターが立地する。228エーカーの敷地に建てられている、この野外劇場では、1989年に、 会場して、以来、フランク・シナトラ、コールド・プレイ、ジャーニー、ルーク・ブライアン、キングス・オブ・レオン、メタリカをはじめ、様々なジャンルのアーティストによるコンサートが行われてきた。また、この野外劇場は、フィッシャーズが同志の姉妹都市、ビレリキーとの交流の一環として行っている、インディアナル・ネサンス・フェアの会場にもなっている。四北西端に広がるホワイト側の支流である、 シセロクリークをせき止めて作った人造湖、モース湖の小尻付近の湖畔には人工のビーチも備えた23エーカーのモースパークビーチが立地している。また、市中心部近くのホワイトガー西岸にはホワイトガーカヌー会社の本部が置かれている。同社はその上流18マイルのパーキンズビルから下流10マイルの11シックスストリート沿い、カーメル、フィッシャーズ市境にある。 ワピハニーランディングまでのホワイト側流路上で、同社のカヌー、カヤック、およびインフレータブルボートのサービスを提供している。以下にノーブルズビル市における1850年から2019年までの人口推移をグラフおよび表で示す。なお、2019年の数値は、同年7月1日時点における推計である。インディアナポリスカーメル・アンダーソン都市圏。 およびインディアナポリスカーメルマンシー、広域都市圏全体の人口については、インディアナポリス都市圏を参照のこと。ノーブルズビルは、以下に都市と、3都市間姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。